ティメア・バシンスキーは、スイス・ローザンヌ出身の女子プロテニス選手。2015年と2017年の全仏オープン女子シングルスでベスト4に入った選手である。これまでに WTA ツアーでシングルス4勝、ダブルス5勝を挙げている。身長 170cm、体重 62kg。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。WTA ランキング最高位は、 シングルス9位、ダブルス36位。3歳からテニスを始め、2004年にプロに転校。4大大会では2007年全仏オープンで予選を勝ち上がり初出場し、2回戦でフランチェスカ・スキアボーネに3から6、67で敗れた。2008年2月のアントワープ大会でツアー初のベスト4に進出した。準決勝では、 当時世界1位のジュスティーヌ・エナンに6から2、3から6、3から6で敗れたが第一セットを奪う検討を見せた。8月の北京五輪に出場し1回戦でビーナス・ウィリアムズに3から6、2から6で敗れた。全米オープンではディナラ・サフィナとの3回戦まで進出した。2009年10月の BGL ・ルクセンブルクオープンでツアー初の決勝に進出した。決勝では ザビーネリ式を6に7 5で破り、ツアー初優勝を果たした。2010年は、タチアナガルビンと組んだダブルスで3勝を挙げた。しかし、左足首の故障などに苦しみ手術を受け2011年3月から1年間ツアーから、遠ざかった。低迷は続いていたが、2014年後半から、復活の兆しを見せ9月の武漢大会では、 準々決勝で当時4位のマリアシャラポワを76、75で破り、ベスト4に進出した。2015年1月の新戦オープンで4年半ぶりに決勝に進出した。シモナハレプに26、26で破れた。全豪オープンでは3回戦に進出した。その後アビエルとメキシコテルセルとモンテレーオープンで2週連続優勝を果たした。2015年全仏オープンでは、 第23シードから4回戦で第4シードのペトラ、首飛ばを2から6、6から0、6から3、準々決勝では、ノーシードのアリソン・バン・アイトバンクを6から4、7から5で破り、ベスト4に進出した。準決勝では、第1シードのセリーナ・ウィリアムズに6から4、3から6、0から6で破れた。2015年10月12日付のランキングでは10位を記録し、 トップ10入りを果たし、WTA アワードの最も上達した選手賞を受賞している。2016年8月のリオ五輪で2大会ぶりのオリンピックに出場した。シングルスでは、初戦で超卒に7から6、4から6、6から7で敗れたが、マルチナ・ヒンギスと組んだダブルスで決勝に進出した。ロシアのエカテリーナ・マカロワエレーナ・ベスニナ組に4から6、 4から6で敗れ金メダルを獲得した。2017年全仏オープンでは2年ぶりにベスト4に進出した。準決勝では優勝したエレナオスタベンコに6から7、6から3、3から6で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。